ピア関西版ウェブをご覧の皆さん、こんにちは。アメリボーカルミックです。よろしくお願いします。私たちアメリはですね、11月1日にファーストフルシングルステップバイステップをリリースいたしました。ありがとうございます。まずこのフルシングルって言わせてもらってるんですけど、これの意味ね、シングルって普通だったら、1曲にスポットが当たってドーンっていう感じだと思うんですけど、今回は4曲収録されていて、4曲ともにリードを狙える曲が集まったので、全部ちゃんと聴いてほしい、4曲ともにスポットが当たってほしいという思いでフルシングルという呼び方をさせてもらっております。で、今のアメリだからかけた4曲ですし、4曲ともバンドにまつわることを歌っております。悔しいこととかがあっても、光に向かって、希望に向かって頑張ろうぜっていう、すごく前向きな作品になっておりますので、ぜひ一度聴いてみてください。そしてリリースツアーも決まっております。関西公演は2018年3月3日ひな祭り、これ大阪福島ライブスクエアセカンドラインでゲストありで行いますので、ぜひチェックしてください。そしてですね、ツアーファイナルが3月11日、これ東京なんですけれども、渋谷クラブクワトロでワンマンライブやります。これはね、売り切りたいんですよ。チケットをソールドアウトさせたいので、大阪からビューンと、関西からビューンと飛んできていただけると大変喜びますんで、ぜひお越しくださいませ。よろしくお願いします。そして関西といえば、私はね、なんか知らないんですけど、埼玉の女なんですけど、アメ村っぽいね、アメ村の住人っぽいねって言われることがすごく多くてですね、不思議だなと思いつつも、サーキットとかライブとかで三角公園あたりをふらつきながら友達と乾杯をしてだべっていることがすごく落ち着く。なんかアメ村の風景を見るとね、あ、またいるわ、帰ってきたわって なんか知らないけど思っちゃう。すごく親近感があって大好きな街になりました。そんなアメリのライブにですね、ぜひ CD を買っていただいて、聴いていただいて、めちゃくちゃ最高に楽しい時間を一緒に作れたらいいなと思っておりますので、ぜひライブハウスにお越しください。待っております。以上、アメリボーカルミックでした。バイバーイ。